そう、多分こうすればはい、スクショタイム。はい、じゃーん。こんな感じです。お母さんが気付けてくれて、そう、お、いいですね。だってありがとうございます。これね、可愛いですよね。この浴衣すごいね、お気に入り柄、明るくて、でもちょっと古風というか和風な感じでね、可愛いんです。お気に入りです。はい、まあ浴衣配信というわけなんですが、特に企画を考えているわけではなく、まあ普通に配信していこうかなって、まあ夏の話でもしながら、うん、45分間くらい、まあ、話していこうかなと思います。そんな時間決めてないですが、まあだいたい45分くらい。これなんか扇子探したらね、ファンの方から前いただいたハローキティのやつあったので持ってきました。イエーイ。ちょっと使い方違うちょっとね、皆さんからのコメントを読みながら、ちょっとカメラが遠いので、あれ、自分の配信を他の端末で見ながら、あ、いろんな方が浴衣で、あ、ゆかるんさんが配信、そうなんです、今日はゆかるんさんの誕生日です、おめでとうございます。はい、天使がこの世に降臨した日です。素敵な日ですね。ゆかりさん誕生日は覚えてます、ちゃんと。そう、あの昨日のずんちゃんの生誕祭でずんちゃんの誕生日を間違えるという大失態を犯してしまい、本当にずんちゃんファンの皆さん本当に申し訳ございません。ずんちゃんが一番申し訳ございませんでした。はい、ずんちゃん面白かったでって言ってくれたから、優しいね、どこまでも。ですね、タワーを、あ、すっごいハウって、もうハウってね、ハウってひょうちゃんさん、またありがとうございます。そしてお、2個くださってるのかな、もう1個ありがとうございます、嬉しい、かわいい、かき氷なんだろう、かわいい。ずんちゃん生えてきて2週間くらいそうなんですよ、なんか昨日のアイル公演のアイル公演すいません、配信見てくださった方いありがとうございます。ずんちゃんの生誕祭出させていただきました。で、そのクイズ企画で、その私の誕生日はいつでしょうって、ずんちゃんの誕生日はいつでしょうってなって、で正解はドゥン、2020年8月11日って書いてあって、今年生まれたって、そうなってた。もうね、笑いが止まらなくて、みんなで楽しかった。あ、私アイルなんですけど大丈夫ですかねそう、みんな楽しんでくれたかな、あの公演、あれ面白かったよね、めっちゃ面白かった、あれ生後半ね半月ってもう笑いすぎて笑い転げるってこのことかって思いました、本当に。そう、エリーね、すごかったね、エリークイズ結構答えてた。あ、そう、あそばかさなキスね、そう、バキバキに一人で踊るっていう、なんか結構
が素というかこれが素でなわけではないわけではない、あのこれも別に素ですけど今自然体でやってるので、ただ多分ファンの方の前に立つときはこうスイッチが切り替わるですね、うん、自然と。なんだけどなんかこう周りがすっごく仲のいいメンバーだったので、なんかいつもよりも自然体な感じでいつも見せない表情行動をしたような気がします。あ、そうそうそう、結構ありますね、私はスイッチオンオフがあるタイプです。楽しかった。すごいナーミンすごそうなんだ、成果率高かった、すごい、いやさすが同期。あ、乾杯しなきゃ。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。夏気分を楽しみましょう。乾杯。うん、浴衣かわいい、浴衣お祭り行きたくなりました。浴衣着て来年はお祭り行こうって思ってます、コロナが落ち着いていたら。祭り行きたいな。ケバブ食べてみたくて、ケバブ食べたことなくて、食べるならお祭りで初めて食べたいなと思ってるので、うん、祭り行ったら何食べたいかな、うん、チョコバナナは絶対3本は食べたい、あとケバブ食べてみたいのと、焼きそばも大好きなの、焼きそばも食べたいし、あとねあれも食べたい、甘いものが食べたくなると思うので、あのベビーカステラも食べたいし、イカ焼きも食べたい。なんかそんなたこ焼きの重要性はないんですけど、私なんかね何かなと、そこら辺食べたい。チョコバナナ配信面白かった。あ、そう、今日さチョコバナナ作ればよかったんだけど、本当に今日浴衣配信するってことすっかり忘れてて、もう5時なんか3時くらいまで忘れてて、15時くらいになって、あ、そうじゃんと思って、そう急いで時間決めてやったんですけど、そうなんです、だからお母さんも忘れてて私も忘れてたので何も用意してなくて、バナナしかなくて、バナナはねいっぱいあるんです、毎日食べてるので、だからねバナナしかなくてチョコがなくて作れなかった。そうだから昨日のうちにね告知すればよかったんだけど忘れてて、昨日もすっかり。佐渡とお祭り行ったことありますよ、ある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 、結構前だけど4年前くらいあります。夏場は固まりにくいかな。あ、でもねチョコバナナ用のチョコってすぐ固まりますよ。さっきドボンに、あ、すいません、いやさっきさ全然ドボンできてなくて、実はあの半分寝ながらドボンしてたんですよ、私もう5時半くらいからやって、まあ、6時には準備し始めなきゃと思って30分間くらいやろうと思ってたんだけど、もう眠くて眠くてもう2回くらいしかできなかった、だからねすいません、もうどうしようもなく眠くて、そうごめんなさい、半分寝ながらやってて、なぜか上がれるはずだったのにカード引いたりしてましたね。なぜかカード引いてた、その記憶はある。そう、その後お母さんが気付けてくれて、自分でも着れるようになりたいな。
結構みんなやってるそれ。やってるのみんな。安心した、私だけかと思ってた。というか全然そんな間違いとかみんなないと思ってた。よかった仲間、よかった。そうなんだ、あみんな結構やるんだね。安心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 。なんかいっぱいいっぱい皆さん、おさん、あ福さん、タワーありがとうございます。あこれはプリンアラモードみたいなやつだ、かわいい。プリンアラモード大好き。おさむさん、タワーありがとうございます。これはクマさんが、クマさんとかクマが浴衣着てますね。ありがとうございます皆さん。友達もやってくれてて、なんかね、なんだっけ、あ、ななさん、あ、あやなさんとかななさんとかと当たったって、そう、いつもね報告くれる。本人来たよってかわいい。あ、タッコ出てきた。友達が報告してくれます。なんか学校の友達もりーちゃんやってるよって言ってくれて嬉しい。皆さんもやってくださってありがとうございます。ドボン、ぜひ楽しんでください。私も落ち着いたらもっといっぱいやりたいと思います。ゆきりんさんとまちゃりん、すごいすごい、みんなメンバーとそんなに遭遇してるの。私全然メンバーと遭遇したことないんだけど。れいちゃん推しでやっと350位まで来た、ありがとう。上を目指してくれてるんだね、ありがとう。れいちゃんのカード出るパワーください。出ますよ。ゆきりんさんいっぱいやってらっしゃるんですね。そうなんだ。で日中もできたらいいんだけどね、なかなか難しくて諸事情で。学校のね休み時間とかにできたら一番いいんですけど。私と当たる秘訣なんだろう。7時8時頃やってみる多分そこら辺やるとしたらそのら辺の時間だと思うんですけどね。夜の結構メンバー当たってるんだねみんな。楽しいね。あケバブ食べてみたい、美味しそう。ケバブ、あのお肉、あのお肉、あのお肉にかぶりついてみたい。ケバブのお肉、回ってるお肉。そいでみたいな。暑いかな、暑いよね。でも絶対美味しい、ルフィの気持ちじゃん。ケバブ来年まで待ちます。美味しそう、ケバブ。
ずっとケバブのこと考え、食べたこともないのにケバブのこと考えてる。学校でもケバブの話してた。でもあそこにあるよね、原宿にあるよね、チーズドッグの隣のお店ケバブじゃない？いつか原宿に行った時に食べようかな。じゃあでもやっぱお祭りで、うん、好きにしろって感じですよね。好きに食べます、すいません。チリソース、あーソースがあるんだ、タレ、タレみたいなやつがいいな、バーベキューソース。私月見バーガーも食べてみたくて、マックの食べたことなくて、マックのハンバーガーはチーズバーガーか、チーズバーガーも小学生以来食べたことなくて、で小学生以来で中学生の時に1回だけハンバーガー食べて以来、私マックのハンバーガー食べたことなくて、で中学生の時に食べたハンバーガーはね、うん、なんだっけな、なんかなんだっけ、グランじゃないか、なんか期間限定みたいなやつだった気がする。だから食べてみたいハンバーガー、久しぶりに。月見バーガー食べてみたい。お腹空いてないですよ全然。お腹は食べたのでさっき、そんな空いてないけど、まあ食べ物の話ばっかしちゃうわ。月見バーガーは どんな味ですか？レッスンの時とかマック食べてるイメージ、マック食べてるイメージ。本当に？なんでだろう。あ、でもゆきりんさんとかマック食べてらっしゃいますよね、 YouTube 見てるとね。マックは好きなんだけど、ポテトとかナゲット食べちゃいます、いつも。アイルのレッスンはあのね、すごいですよ、すごいですよっていうか、アイルのレッスンの時のお昼買ってきてくださるんですけど、スタッフさんが、みんなリクエストが、結構私もそうなんですけど、サラダとかゆで卵とかチキンとかなので、豆腐とかそういうのを買ってきてくださって、めちゃめちゃ意識高いお昼ご飯が並んでます、いつもアイルのレッスンは。本当に野菜チキンって感じ、ゆで卵豆腐ですね、いつも。そう、やっぱね、なんかこうやっぱアイルの衣装、まあティーチャーティーチャーの衣装着たりしてるし、結構体型も出るし、アイルのメンバーはこう結構そういう体型維持とか気にしたりしてるので、もう全メンバーそうですけど、なのでなんかヘルシーなものを買ってきていただいてありがたいです。そう、でも私と真帆ちゃんが一番食べるかな。そう、真帆ちゃん食べますよ結構。真帆ちゃんがいるから私も食べようってなるけど、まあ私はあんま食べたくないので、そう気になるからね、まあ時によりますって感じ。うん、いつも余ってるおにぎりとか一緒に食べる、真帆ちゃんとサンドイッチとか。
みんなの夏の、じゃあお祭りの思い出を教えてください。今日はズッキーノ、お、ズッキーノか。誰があんまり食べない、うん、佐藤とズッキーはあんまり食べないイメージ。本当に食べないですね。食べてるけど。射的で1のやつ落とした。おすごい、射的好きだよ。取ったことないけど射的ね、当てたことないけど好き。金魚取りすぎて困った。金魚すくい私もやったな。田舎の金魚すくいはでもおばあちゃん家の近くでやってた、お祭り行った時はなんかポイがめちゃめちゃ分厚くてもう超すくった。あでもね、今ならうまいかもしれない、銃ゲームでやってるかお祭りの後いつまでも残ってみんなで話すの好きだった。あーいいね。お祭りって帰り時わからないよね、地元のお祭りとか特にね。あ彼女に振られた、つら。お祭りね、振らなくてもいいのにね。締めの焼きそばを食べて帰る流れ。ああそっか、締めとかがあるんだ、いいですね。あーお祭り行きたい。私がどれだけお祭り好きか、コロナは知らないんだろうな。コロナに分かってもらおうなんて思ってないけどさ、どれだけ私がお祭りを好きなのか知らないでしょね。ここにいたらダメだけど、コロナがどっかのコロナ聞いてる本当に。もう行きたいよ。なんで夏嫌いだけど唯一楽しいのに、お祭りは。お祭りがあるから夏過ごせるのに、こんなお祭りもなかったら夏なんてやっていけないですよね。ここにいた、ここにはいないです。何も知らないよね、みんなが好きなこと。え、なんで、なんで嫌がらせしてくるんですかね。毎年お祭り行ってました。いや特になんかこう、そうだな、まあ去年一昨年くらいから本当になんか、まあ、昔からお祭りは大好きで、イベント行事ごとが好きなんですよ。みんなで集まることが好きで、人がワイワイするのが好きなんですけど、一人でいるのも好きだったりするんですけどまあね、そう気分によって。ただそういうね集まりとか大好きで、お祭りとかもねすごい好きで、だいたいさ小学校とかやるじゃないですか、お祭り盆踊り大会とか、そういうのも好きで昔から毎回行ってたり、地元のねお祭りとかよく行ってました。去年はもう4個5個くらい行ったかな、お祭り。花火大会も行ったし、高校生になってからやっぱり行きやすくなりましたね。うん、活動範囲が広がったというか、電車でお祭りに行くっていう発想が生まれたので。あそうそう、去年エリート行った時そうなの、携帯落として大変だったんですよ。そうでもほらスマホを探すとかあるからさ、今ね iPhone を探すだけ、そういうので見つかりましたけど。浴衣にありがとうございます。
そう、あ、そう、浴衣で、でもね、意外と浴衣でお祭り行ったことはなくて。小学校のお祭りとかは、小学生の時は浴衣で行ってたんだけど、そう、中学生からはね、浴衣でなかなか行かなくて、私服で行ってたんですけど、ね、だから浴衣でお祭りも行きたいなって思う。近くだったら行きやすいしね。そうなんです。イベントがいっぱい中止になります。祭りがあるとおじいちゃんおばあちゃんがお小遣いくれるから好き。 いいな。そう、お母さんの髪の毛丸めてくれた。ポニーテールは自分でしました。結ぶところまでは自分でもできますよ、お団子。でもたまにはお母さんにやってもらおうかなと思って。浴衣でオンラインお話会ありますかね。ああ、いいですね。素敵。いいかも。そう、オンラインお話会の受付がやっているんですが、皆さん申し込みしてくださいましたか？エントリーしました。はい、ありがとうございます。申し込みました。もちろん。はい、おお、ありがとうございます。あと、たません食べたい。たません食べてみたくて、名古屋に行ったら名古屋のたません食べてみたいです。大阪の、ああ、そうなんですね。と他の回の握手会も振り返ると思うので、ぜひその時にチャレンジしてください。タマセンター？卵せんべいっていうのかな、卵せんべいかな。そうそうそう、名古屋のね、有名なんですよね。お祭りとかによくあるやつだよね、ソウルフード。あ、そういう感じかな。卵せんべい、わかんない。たませんっていうやつ、なんかね、すごいやつ、花火たまや。え、たませんないんだよ、東京に。食べたいの、私ずっと気になってて、どれがさ、あれかわからないな。でもいっぱい、皆さんいっぱい。たくみさん、くまありがとうございます。これかな、萌えさん、なんかこれかな、花火。ありがとうございます。金の、たません、おいしいよね。いいの。あ、そう、なんかを挟んでる。そうそう、挟んでるやつぽい。ゆいちゃんがツイッターで壊れた。え、何、どうしたの。食べてみたいな。また食べ物の話してますね。もういつも食べ物の話してる、いつも。ごめんなさいね。あさってはですね、ついにアイルライブということで、もう楽しみだ、しみじみ。明日は通しリハーサルを頑張ってきます。朝からね、結構詰まってて、明日も撮影もあったりとかで、通しリハーサルして、夜はですね YouTube 配信ありますので、そちらもぜひ見てください。9時からです。アイルでの YouTube 配信。見てください。あと渋谷のやつも皆さん見てくださいましたかね？
そうです、昼と夜違う曲やったりしちゃうんですよ。構成も変わっていますので、推しカメラとかもあるので、本当になんかこう VR を存分に使ったというか、たくさんカメラとか用意していただいて、ね、楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひ。セットリストはですね、まあまあまあハードなのか、ハードなのかな、なあ、メンバー的にはハードなような気もしなくもないって感じです。推しカメラ両方買ったよ、ありがとうございます。イースト前のローソンに流れてる、あ、ありがとうございます。いっぱい映像が流れた。マホピョンが大変だって言ってた。そう、マホちゃんがすごいね、大変かも。そうだね、やっぱアイルの中で一番こう入ってからの日はね浅いので、アイルの中で比べたら、だからやっぱり覚えることも多いかなと思います。推しカメラ嬉しい。 K-POP 最近自粛期間中から TWICE さんとか IZONE とかハマってて、なんかこうあるじゃないですか、そういうところって、あの推しカメラみたいな、 IZONE とか特にすごい憧れてたというか、なんかそういうのに、そういうのができるっていうのがちょっと嬉しい。うん、やっぱ勉強になりますね。首の角度とかすごくうまいので、綺麗に見える、すごく。だからそういうのを見て勉強したりとか、筋トレ、このなんかこの体型になれるように頑張ろうとか思うモチベーションになったりとかもしてて、うん、ただ見てるだけじゃなくて、なんか見てていろいろ刺激をもらえます、 K-POP のアイドルさんは。うん、前のライブのジェネレーションチェンジ、よかった、ありがとう。今日から映像倉庫でチーム A コンサート配信始まって、お、見てください、ぜひ。チーム A コンサート、なんだろう、いつのだろう、チーム A コンサート、ツアーかな、何のユニットやってるんだろう私。ねえ、ジュリさん元気でも、ジュリさんいろいろなね韓国の番組出てらっしゃいます。FNS 歌夏祭り見てありがとうございます。見てくださいましたか皆さん、 FNS ポニッシュ、ポニッシュでした。ポニッシュの衣装より白かった。そんなことない。そう、ポニッシュでポニッシュしました。前田さんの衣装初めて着させていただいて、前田さんの衣装ってやっぱりセンターしか着れないので全然着たのことなくて、なんかね、生写真の企画みたいな感じで当たったファンの方がリクエストした生あの衣装を着て生写真をそのファンの方にプレゼントっていう企画が昔あって、その時になんだっけな、言い訳メイビーかなんかの前田さんの衣装着させていただいた以来くらいだと思います、前田さんの衣装着れたのは。そう、前田さんの衣装ね着てるメンバー多かったですよね。そうそうそう、多分センターとかのね衣装なんだろうね。あの
みんなをねこう円になってみんなになって一つのカメラのでずっと撮ってたんですけど、恋するフォーチュンクッキーでそれがあったんです。衣装の紹介とあとメンバーの紹介みたいなあって、あのね何言おうとしたか忘れたあれそう、そこまで言ったのにね、あそうあれそうで振りがね、みんなその曲にちなんだ振り付けをちょっとアレンジしてて、本当はさ あなたのことが好きなのにみたいなやるんですけど、みんなあの本当に全然違うその振りをリズムに合わせて取り入れてて、私だったらあなたのことが好きなのにってやつなんですけど、ポニーテイトシュシュのイントロのチャン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 のこのチャン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 とポニーテールみたいなここのを組み合わせてあなたのことが好きなのにってやってましたね。そうみんなそうやってやってたんですよ。あのねリンさんとかナナさんが大変そうだった。リンさんはビギナーでナナさんはリバーね、ダンス曲はやっぱ取り入れるのが難しい。あのミオさんが可愛かった、ヘビーローテーション。そうなんです、実はそういうね仕掛けというかそういうのもやってました。楽しかった、ありがたい、ありがたいです。本当にたくさん最近は出演させていただけてるので、なんかずっとポニーテールしてるんですけど、うーんそろそろ髪型変えてみようかなとか思ったり思わなかったり、ずっとポニーテールしてみるのもありだなって思ったり思わなかったりしてて悩んでるうちは多分ポニーテールする気がするんですけど、うん、うん、テレビでレイちゃんの名前が出たのが嬉しかった、ありがとう。見つけやすいですか？じゃあまあ気分で衣装の雰囲気とかに合わせようかな。また出演させていただける機会があれば。肌が白いから分かりやすい、ありがとう。日焼け止め頑張って塗ってます今年はいつもあの自分に甘えてあんまり塗ってないかったのだけど、ああ塗らないとなと思って、今年なんか日差しがすごくてね、紫外線浴びてるっていう感覚がすごいあるので、多分そんな紫外線の量的には変わらないのかもしれないけど例年と、でもねすごいそういう感覚があるので塗らなきゃって気持ちになってよく塗るようにしてます。学校行く前とか学校を着いた後も体育の前に塗ったりして、そう日傘もさして、うん、そうそう室内にいてもカーテン開けたりとかしてるとね、焼けるので窓際とかいるとき気をつけてください皆さん。そうなんです、そんなに白いかな私、結構そんなでもね、長野セリカさんとか全然勝てないですけど、浜辺美波さんとか白くて憧れてます。まつげがバサバサで、バサバサ長くて、まつげだから育ててるんですよ今、結構伸びてね、わかるかな、メイクしてるからわかんないかも、そう結構伸びたんですよ1年くらいやったら。
頑張ってます今。ずんちゃん教えてもらった、ずんちゃんに教えてもらったまつげ美容液を最近買って変えてみようかなって、不老不死使ってたんですけど最近新しいのに変えてみようかなって。そう、まつげって伸びるんですよ、英語を上げたら。そう、目が隠れるくらい伸びるといいね。伸びすぎや。なんか体の部位場所によって伸びる毛の長さが違うらしくて、最大がだから髪の毛も限界があるんですって、伸びるのには。ただ髪の毛が一番長いだけで他の全部の毛決まってるの、長さが人によって個人差はあるけど決まってるんですよ。だからね、だってどれだけさ眉毛切ってなくたってさ、もうこんななることないじゃないですか。だからまつげも、まあ、人によって最大は決まってるんで。いうのを1年生の時に生物の先生に教えてもらいました。限界の長さが決まってるらしい。うん、そう。ねえ、たこ花火がタワなんですか。そういうわけではない、そういうわけではないようだ。そう、髪の毛も決まってるらしい。でも髪の毛ってね、どれくらいまで伸ばせるんですかね。自分の限界をね知りたいよね、髪の毛で。じゃあそろそろランキングを読みます。13位、まさゆきさん。12位、やっちゅんさん。11位、ひでアットマイナスイオンモールさん、マイナスイオンモールさん。10位、白チャーハンさん。9位、たくろうさん。8位、ワンちゃんさん。7位、 VI ヘキサさん。6位くまっちょさん。5位福さん。4位おさむさん。3位たくみさん。2位もうやったるい大好きさん。1位ひょうちゃんさんです。皆さんありがとうございました。あさってのライブと明日の YouTube 配信ぜひ見てください。それではありがとうございました。浴衣でした。写真も撮ったのであげたいと思います。バイバーイ。